デッティンゲンの戦い、デッティンゲンの戦い、デッティンゲンの戦いは、1743年6月27日に行われたオーストリア継承戦争における、開戦である。イギリス、オーストリアの連合軍と、フランス軍が戦い、連合軍が勝利した、イギリス国王が戦闘に参加した最後の戦いとして、知られる。1742年、 首相ロバート・ウォルポールの退陣後、大陸の継承戦争介入を決定したイギリスだったが、ウォルポール時代に陸軍がすっかり縮小されてしまっていたために、部隊の構成にはかなりの手を要して、兵士は訓練不足で戦列を組むのに時間がかかる、馬も状況不足で乗り手を振り落とすという状態であった。それでもなんとか、オステンドに部隊を上陸させ、ハノーファーや、 ヘッセンイコールカッセルの兵と合わせて国事軍と名付け指揮官にはステアハクを任じた。その頃、フランス軍はバイエルンを支援するためにその軍を遠く、ベーメンやバイエルンまで進出させていたが、プロイセンにシュレージェンを割上して北での戦争を切り上げたオーストリアの反抗をよって苦戦に陥っていた。ベーメンではブロイコーの軍及び増援のメイユボアの軍が 退けられ、プラハのベルイコールイルは包囲された末に、苦難の接中撤退を行って、多くの投資者を脱出しつつも、プラハを出した。1743年春、このような状況から、イギリス軍は、オーストリア軍の要請に応じ、軍勢をネーデルラントからドイツへ進出させることにし、ヘッセンイコール、カッセル軍を残して、イギリス派のーファー軍をオーストリア軍の一部で、バイエルンを目指して、 昇進を始めた。合わせて、国王ジョージ2世は自ら戦場に出ることにした。一方、フランスでは、北でネーデルラントを睨んでいた、ノアイユコウを、ライン川岸に集めた軍の指揮官に据えて、サンドドイツに、軍を派遣してなんとか、バイエルンを守ろうとしたものの、オーストリア軍は、バイエルンに再進行、ゼッケンドルフのバイエルン軍を排除して、これを占いするに至った。 新生ローマ皇帝カール七世はミュンヘンから逃亡、ブロイはバイエルン防衛を断念して西に撤退した。オーストリアは連合軍をネッカー川まで一気に南進させ、その上でバイエルンに向かうべきだという意見だったが、イギリスはプロイセンのハノーオファー侵攻の可能性に備える必要を感じてをより北のマインガーウガンで止まった。この選択は ノアイユコのフランス軍に自由な投進を許すものであった。連合軍とフランス軍はそれぞれマイン側の北と南で互いを意識しながら投進して、ノアイユコはブロイ軍を収容することに成功した。フランス軍が転進して西に撤退を始めると、イギリス軍もフランス軍を追って西に転じた。6月19日、アシャフフェンブルクに増援と息子のカンバーランド公。 ウィリアム・オーガスタスを連れて到着したジョージ2世を迎えてイギリス軍の士気は大いに上がったがその頃連合軍にとって深刻な事態が生じつつあったこの戦いでノアイユが行った傭兵はいきなり海戦に及ぶ前にまずいかにして相手を不利な状況に追い込むかというこの時代の戦争術の優れた例として高く評価されているすなわち 連合軍はアシャフフェンブルクに進出した後、フランス軍の軽機兵部隊が、連合軍の補給船を切断することに成功したので、ある。補給の途絶えた、連合軍はしばらく連絡船の再結合を、試みたが、うまくいかず、現地での挑発にも限度があり、ジョージ二世は、撤退を決断する。連合軍はハーナを目指して、行軍を開始したが、これこそ、ノアイユ港の思う壺であった。 6月26日の深夜、アシャフフェンブルクを出た。連合軍は、マイン川沿いに降軍し、27日の朝頃には、マイン川とシュペッサルと山地の間のデッティンゲンの脳を進んでいた。この危険な協作部を進んでいる時に、連合軍は、前衛部隊からデッティンゲン村に、フランス軍が婦陣しているとの報告を得た。連合軍は、フランス軍の都下を承知しておらず、 ようやくこの時点で自分たちが窮地に陥っていることを悟った。ノアイユコは先日の夜のうちに受け橋をかけて自軍の内軍数をマインガワウガンに移し、グラモン港に指揮を預けてデッティンエン協作部を閉鎖させていた。そしてさらにノアイユコは連合軍がアシャフフェンブルクをテトのーミ、計らってその対岸にも橋をかけ軍の残りの半分を アシャフフェンブルクに渡し始めていた。アシャフフェンブルクへの渡可を完了したら、デッティンゲンで立ち往生している連合軍を前後から完全包囲し、国王以下を丸ごと捕虜とする作戦であった。山地と川に挟まれて迂回できない連合軍は、フランス軍に決戦を挑み正面突破を狙うしかなかった。午前8時頃から連合軍は戦列を組み始めたが、 連合部隊の不自由さと、イギリス軍将兵の連動不足ら、出来上がったのは疲労すぎていた。また、アシャフフェンブルクへ向かうフランス軍が川向こうを移動するのを確認してからは、後衛に勢力を裂かねばならなかった。この間マイン川左岸からは、フランス軍砲兵が連合軍を攻撃していた。川を挟んでいるため彼らは危険に身を晒すことなく、連合軍の側面を撃ち放題であった。 しかしここに来て、ノアイユコの計画に祖母が生じた。グラモン公のフランス軍が先手を取って、連合軍に攻撃をかけたからである。ノアイユコが、グラモン公に命じたのは、デッティンゲンの閉鎖であって、戦闘ではなかった。連合軍が攻め込んでくるなら、小川と村を利用して、防戦に徹するはずであったが、その有利な地形を捨てて、攻撃に回ったのである。 そのおかげで側面からしか撃てない砲兵は攻撃を止めなければならなかった。まず、グラモン港は騎兵を投入して連合軍前衛の騎兵を襲撃させたが、この攻撃は失敗に終わった。ついで不評による全面的な攻撃が始まったが、この攻撃も跳ね返され、かえって反撃を招いて押し込まれることになった。マイン川沿いの攻撃に加わったフランス軍不評は、 退脚に際して、連合軍機兵に後ろを塞がれ、捕虜になりたくなければ、武器を捨て制服も脱ぎ捨て、マイン側を泳ぐしかなかった。山地沿いで攻撃したものはそれもできなかった。グラモン港の命令違反を知った、ノアユ港は何度も攻撃中止を命じたが、もはや攻撃中止どころか封鎖の維持もできないと知った。後は、戦闘切り上げとマイン側下岸への撤退を命じた。 左岸の砲兵がここでようやくその進化を発揮、友軍の撤退を援護した。かくして連合軍は、ま一発で危機を脱した。ハーナウへの行軍を急ぐ連合軍は、フランス軍を追撃する余裕もなく、かえって自軍の負傷者をフランス軍に預けていったほどである。この時代の戦争では、協定が結ばれると、敵の負傷者も大事に扱われ、治療後はすんなり、 相手側に引き渡された。ジョージ2世はこの戦いで、スペイン継承戦争におけるアウデナールでの戦いで、着ていた軍服を着用した。彼は戦闘の間、しばしば軍旗を掲げて、将兵の戦闘に立ち、指揮を鼓舞して、誉まれを得た。また彼のお気に入りの息子のカンバーランド校も、負傷しながらも、軍人としての優れた適性を見せ、ジョージ2世を喜ばせた。 カンバーランド公は、ジョージ2世の帰国にあたって、葬式官に任じられた。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、この勝利を記念して、デッティンゲンテ、デウムを作曲している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。